ストライクショット、こんにちは、イクストライクの中のサブとベビドキです。はい、本日はこちらじゃんと重心かモンストクローバー使っていきたいと思います。はい、こちら発表されましたね、はい、うん、そうですよね、この間の、うん、ちょっと私が、はい、あれしてました、ちょっと前髪切りました、前髪ね、ちょっとね、あの時切ってちょっとオンザ眉でお届けした、はい、エイプリルフールの日に配信されたモンストニュースでやっておりましたが、はい、この情報だけね、うん、嘘じゃなかったんですね。そうですね、はい、というわけで、はい、みんな気づいてたかな、どうかな、あっちのこと分かってたかな、それは気づかなかっただろうな。はい、というわけで早速いきましょう、モンストクローバージェネシス、はい、使っていきましょう。はい、じゃん、反射ゲージ、アンチ重力バリア、魔王耐性、そしてゲージで魔王キラー L、 ほうで、友情コンボがフェローレーザー L と、はい、防御ダウンブラストですね。え、はい、攻撃型、はあ、めっちゃ強いじゃん。この攻撃型のフェローレーザー見たい、早く。早く見たい？早く見たいです。スピード感はこんな感じ。ちょっと火に対、火の敵なんで、はい、あの攻撃力はまた後ほどね。そうですね。うん、じゃあちょっと横貫してみます。はい、お願いします。フェローレーザーは、あと動いているね、自分と他の味方の方に向かってレーザーをロックオンして撃つと。はい。フェローレーザー倒しちゃいます。はい。よいしょ。おー、防御ダウンブラストもかかって入りましたね、54万。おお、やってみましょうか。え、あのリドラ溶けました、ね、倒れてた、普通に倒れましたね。ちょっともう一回当たりましょうか。お願いします。いや、もういや強すぎる、強いな、これは。いや強いな、これ強いっすね。気づいた、よいしょ、うおー、友情雑魚が倒れてしまいます。すごい、右と下の子、そう、レーザーのみですよね。えげつないな。えげつないですね。はい。で、1ターン目の SS がですね、はい、溜まっておりまして、うん、12ターンで出るんですね。はい。スピードとパワーがアップ、ヒットしたボスの弱点の効果をアップさせる。ほう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 。ファイナルクローバーインパクト。めちゃめちゃいいじゃないですか。どんな具合かちょっと縦感してみようと思うんですけど。はい。パワー全開。ファイナルクローバーインパクト。溶けてしまわれた。500万ぐらい出た。500万ぐらい出ましたね。500万ぐらい出ました。まだ余力ありかな。キラーが乗るっていうのがありますからね。そっか。はい。素晴らしいダメージ。ノーキラー L がゲージで乗ってるんですね。そうですね。はい、というダメージになっております。12ターンでした。素晴らしい。はい。ストライクショット2段階目ですね。はい、スピードとパワーがアップ、ヒットしたボスの弱点を効果アップさせるということで20ターンの方でございます。いきましょう。パワー全開、ファイナルクローバーインパスト。素晴らしい。まだまだいけるね。まだまだいけますね。で、マオキラー L、 そうですね、入っての、で、弱点が強化されてるから、そう、もうその倍の倍のって感じですね。じゃ、本当はね、あの弱点が、あの効果アップがしばらく続くんですよね、はい、そうですね。で、あの他の敵でも殴れるっていうのを、確かに確かに、見せたいんですけど、はい、あの強いんですこの弱点ね。そうですね。そうなので、はい、やっちまいましたね。ではステータス見ていきましょう。ではステータスはこちらでございます。はい、今言ったステージはオリガのステージでございました。はい、したね、はい、ボスが魔王ですよね。うん、そうですね。キラー L が刺さって魔王耐性もあったんだ。そうですね。からそのダメージも耐性で守れると。うん、いや、もう圧倒的な攻撃力に目がいってしまった。そうですね。ね、フェローレーザーがすごかったですもんね。はい。はい。っていう感じで、もう、はい、そう、フェローレーザーに別にあのキラーは乗ってないんですけど、うん、とはいえ砲撃が強かったですね。あの威力ですからね、素晴らしい。 SS もまあ強いという感じでございました。はい、うん、はい、他行けるのがありますか。他は毘沙門天カイとか、うん、毘沙門天カイのステージなんですけど、魔王のボスっていうか、うん、ボスですし、うん、魔王族の雑魚敵だらけなんですよ、うん、確か。そっか、ゼロとか。そうだね、はい、とかなんで、うんうんうん、魔王耐性とかも効きますし、それこそ地殴りの魔王キラー L が刺さるので、うんうんうん、あれじゃ結構雑魚処理しないといけないもんね。そうですね、一気にからいいんじゃないかなと思います、うん、良さそう。はい、はい、あとは
あとは呂布とか、うん、まあ、重力バリアのステージ、はいはい、でフェロレーザーもあの何ですか、レーザーバリアあるけど、うん、水あの金属性以外を防ぐバリアなんで、うんうん、ああそうだね、そうですね、フェロレーザーを刺さると、はいはい、っていうようなところですかね、うん、あとは覇者の塔とか、うん、22回、はあ、やっぱいけますよ、それ系やな、うん、いけると思います。あと27回も27回系の、はい、あの辺のステージが、あの辺とかはあの辺、しかもだってあの27回に関してはあの防御アップするじゃないですか、うんうんうん、それがあの防御ダウンブラストがかかれば上書きされるのでね、うん、確かにね、はい、ぬるくなるじゃないですか、ぬるくなるねすごい、はい、素晴らしい、圧倒的だね、圧倒的だと思います、はい、はい、というわけでポイントは、ポイントはこちら、じゃん、うん、初の砲撃型のフェローレーザー L という、いや強かったね、素晴らしい、このダメージレーザーになってるね、うんうん、フェローレーザー、本当だ、かっこいい、フェローレーザーってなんかね、あのレーザーのこうジャケットみたいになってるけど、フェローレーザーですね、レーザーという、はい、やっぱねフェローレーザーといえばヨミ様なんですけどもそうですね、うん、いやでも特権だったと思ったんですけど、やっぱり、はい、これ砲撃型なんで、いやこれは本当強い、いやキラー乗ってないですからね、いや半端なかったね、うん、地殴りのやつなんで、うん、キラーに乗るのは、そうですね、はい、まあ、キラーは別に乗らずにあのダメージということでございまして、はい、で SS との相性もいいかなと、確かに思っていて、そうですね、はい、まあ、あの防御ダウンブラストも相性いいと思うんですけど、うん、その弱点効果アップする SS と組み合わせて使うとよりいいなと、はい、かなり良かったですね、ということでこんな感じでちょっと使ってみたんですけども、はい、うん、これ1段階目の SS、 そうですね、で、まあ、弱点じゃないところでちょっと倒したんで、はい、3回させてもらって、うん、でその後弱点効果が、12ターンの場合、自分と次と次の子まで、まで、はい、弱点効果アップが持続しますと、その間にこうフェローレーザーとか当たって倒しちゃう、そうですね、刺していける、それはいいよねとか、うん、でちなみに20ターンの場合は、はい、自分と次の子、さらに次の子、もう一つ次の子までまでいける、一旦さらに長くなって、はい、まあ威力、スピードとパワーもアップするってことですよね、そうですね、っていうような感じで使えますという感じなので、全体的になんかいいですよね、使いやすいですよね、使いやすい、なんか組み合わせがすごく良くて結果めっちゃ強いなと、そう、使いやすい上に魔王にかなりこう尖った性能という、うん、ですね、うん、今ハイワービーもねアンチ重力でついてるので、はい、その辺は使いやすいんじゃないですかね、素晴らしいと思います、はい、はい、というわけで、はい、以上じゃん、中心艦モンストクローバー使ってみました、はい、うん、ぜひ皆さん、うん、これも重心化してジェネシスにしましょう、ジェネシスにしましょう、はい、ぜひね、エイプリルフールでね発表された動画も見ていただいて見ていただいて今更今更ですけど、はい、と思います、はい、ではバイバイ、ご視聴ありがとうございます、2018年もモンストと公式チャンネルをよろしくお願いします、中の人放送局もあるよ、みんな登録してくれよな、見てくれよな、あれ、やっぱり